い、レオンチャンネルです。新たなコラボソフビ発表めっちゃ可愛くない？もうこれ言いたくてしょうがなかったんだけどさ、みかんかっぱとのコラボですよ。もう念願の、もう次の土日ですよ、デザフェスでレオンかっぱことコスプレみかんかっぱレオンチャンネルバージョンが発売になります。これね、東京と大阪の2都市で発売で、オンライン通販の予定はなくて、もう本当に店頭のイベントのみで、その東京のイベントがまずデザフェスのデイ1デイ2あるんだけど、デイ1のみしか小林さんが出ませんから、デザフェス58の11月11日の土曜日のお散歩スバコチュンだって、西1階 B401 から403までブースを取ってるらしくて、大きくそこのお散歩スバコチュンブースで発売されるようです。で、大阪はいつ発売するかっていうと、2週間後のワンコンですね、11月19日日曜日、ワンダートイコンベンションボリューム3。ワンコン僕ねボリューム1に行ってますけど、魂ネーションと被るから今のところは今回参戦する予定はないんだけど、ワンコンのみかんかっぱブースで、だいたいいつもあの一番奥かなの方に大きいブース構えてますけど、そこでも発売されます。価格は5500円税込みで、みかんかっぱって僕も4体ぐらい持ってますけど、あの表情違いでむちゃんこ可愛いっすよね。コスプレみかんかっぱシリーズっていうのから発売するんだけど、これこのシリーズから発売するのが僕めっちゃ光栄で、なんでかっていうとこのシリーズやばいんですよ。はい、ドン見て、そうそうたるコスプレみかんかっぱシリーズの過去のラインナップ、これ公式コラボアイテムですよ。真ん中に、はい、仮面ライダー2号いますね。でベリアルいますね。セブンがいて、レオンチャンネルみたいな、こんな名だたる有名ヒーローとか有名怪獣に並んで、レオンチャンネルがコスプレみかんかっぱシリーズシリーズで発売していただけるなんて、ありがとうございます。光栄すぎる。いやだから最初コラボをお願いした時に、まあどういう形でコスプレみかんかっぱシリーズなのか、まあそれか色をそれっぽくするのかみたいなのがあったんだけど、もういやもうそれはお任せしますみたいな。なんでお任せしますかっていうと、僕のレオンチャンネル装備あるじゃん、あれの原型は小林さんですから。このみかんかっぱの、みかんかっぱとかカレゴン作ってる小林さんが原型されてるので、だからもう理解度が、まあ、要は原作者っすよそうだ、立体物のね、立体物の原作者だから、いやもうお任せしますみたいな。じゃあこんな感じでってもらったイラスト、 CG イラストがさ、ほぼほぼこれで、みたいな、さすがで、だからもうゾルとかもレオンレッドのゾル使いますみたいな。だから僕の装備とレオンレッドと同じ色なんですよ、このベースカラーがね。プラスこのバックルがね、びっくりしたんだけど、この要は完成品の画像みたいなのが、いつ、一昨日かな。でその前にもちろんその CG イラストは結構前に来てたんだけど、このバックル、レオンのバックルあるじゃん、これがねプリントだったんですよ。まあプリントっていうかあれだよね、多分マスク、専用のマスク作って塗装してって感じなんだけど、そういう風に行く予定って聞いてたから、だから実際さ、画像送られてきたら、この何、別パーツでバックルが作られてて、ちゃんと作ってくれたんだって、こういう出力で専用でね、でこれできましたみたいな、神もう一回、もうありがとうございますみたいな。このさ、公式アイテムに並んでレオンチャンネルもヒーローじゃんレオンチャンネルヒーローって、要はみかんかっぱがコスプレしてるよっていうコンセプトシリーズなんだけど、そこでレオンチャンネル、レオンレッドにコスプレしちゃったよってわけね。僕の方から告知があって、新コラボソフビ情報解禁、コスプレみかんかっぱシリーズからレオンチャンネルバージョンが発売します。デザフェスデイ1、11月11日のみ5500円、うん、ブースナンバーとか書いてありますね。ワンアップブースでの発売ではありませんから、そこはお気をつけください。で小林さんのツイートもありますけど、要は昨日を予告してて、お待たせいたしました、答えはレオンチャンネルさんとのコラボでした、デザフェスとワンコンでの販売予定です、販売価格は税抜き5000円、むちゃくちゃ手がかかってるので、気持ち的にはこのパターンは今回で最初で最後の予定です。で、まあ、もしかしたら別パターンがバージョン 1.5? 2? みたいなやつが、まあ、全然そんな話してないんだけど、裏側でもまた数年後に出るのかもしれませんね。闇落ちレオンみかんかっぱとかさ、そ面白そうじゃない。あ、いいな、ちょっとそれを、ね、あれ、それちょっと依頼してみようかな。いや、コスプレみかんかっぱシリーズがそもそも高額商品なんですよ。だいたい8000円とか9000円とかするんだけど、で僕もガッツ星人とみかんかっぱのコラボレーションのコスプレみかんちゃんは持ってるんだけど、まあ、できる限り6000円台ぐらいまでには抑えたいみたいな希望があり、こういう追加パーツとか新規造形で作ってくれて、マスクとかも全部作ってくれて、マスクとか作るんすよ。正直コスプレみかんかっぱシリーズの価格帯を知ってる僕からすると、マジでみたいな、安すぎんかみたいなのはあるけど、それで一旦はいいんだって。なのでみかんかっぱをベースに、僕のクロバイザーが新規マスクでこう作られ塗装されてて、で目の部分は金色ね、
でクラッシャー部分を模したくちばし部分はシルバーで、手先がちゃんと白になってるんですよ。グローブとブーツで胸の文字があって、バックルが新規造形パーツがついてると。でもちろんおでこの L マークもあり、ヘタの部分は色分けせずに全部真っ赤にゾルのカラーそのまんまになってるのがいいですね。でこのゾルっていうのはレオンレッドのゾルと同じだから、まあ、めちゃくちゃ綺麗なやつだよと。あとはベルトと甲羅のバンド部分もブラックか。めちゃくちゃわかりやすくレオンチャンネルだよね。でこれね、またすごいのがレオンみかんちゃんには白マフラーが同梱されてて、レオンレッドに装着するとアドオンパーツサイズぴったりで、互換性があるようなちょっと遊び心も追加していただき、まあ、これも小林さん発案なんだけど、ボーナスパーツね、これも同梱されておりますので、みかんカッパの方にどっちにつけるもよしで、ただみかんちゃんにつけるとちょっと大きいかなっていう感じの、とてつもない可愛いアイテムがデザフェスデイワンのお散歩スバコチュンブースと、ワンコンボリューム3のみかんカッパブースで発売されますので、通販はありませんから、ぜひ現地でゲットしてもらえればなと思います。コラボアイテムこれまでも毎回イベントだったりとか、ワンアップさんのテントだったりとかで発売してますけど、嬉しいことに毎回結構すぐ売り切れてしまいますので、まあ、どちらの、まあ、東京も大阪もなるべく早めに来てもらった方がいいかなと思っております。もう1週間後にはね、デザフェス始まりますので、小林さんの方のアカウントもリンク貼っておきますので、そちらからもご確認ください。数日以内には僕の手元に来ると思いますけど、また到着したら写真もアップしたいと思います。以上、レオンチャンネルでした。